はい、では前回はこちらに示すようにサンプル位置のセッティングが終わったところになります。でこの後はこちらの X 線管の、電源を入れます。まずですね何をやるかというと、まあ、この X 線管の使い方というのはいろんな機関が、マニュアルネットで公開してますので、だいたいそれに沿えばいいです。ではまずちょっとやっていきましょう。まずですけども、こちらパワー X レイ、ソースコントロールと書いてありますね。でこれ書いてありますんで、このここの部分がそうなんですけど、これが X レイソースコントロールです。でこいつの電源をまず入れます。まずこれでこう電源貼ります。で、これがイントモード、ちょっとごめんなさいね、画面がちゃんとフォーカス合ってないね。これがイントモードになってるか確認します。イントモードになっていると、これちょっとイントになってないんですね。よく見るとこれイントにしてみましょう。イントモードになってるとこういう風に点灯します、してます。これがイントモードです。でイントモードになってると確認します。で次にまずですね、X 線管は寿命を長くするためにもボルテージから上げることになってます。でこの下に X レイサプライっていうのがちょっと見えづらいと思いますがありまして、このボードなんですけど、でここのところにボルテージが表示と、あとつまみがあります。でこのつまみが0であるのを確認してください。0でない場合はこっち側へ、アンチクロックワイズ側へ回します。今ちょうどちゃんと0になってると思いますね。でうまくここはストッパーになってないかどうかも確認してくださいね。これが止められてると動かないです。こうなっていれば回せるようになってるはずですから、これで0になってると確認してください。よしと、よし。でこれを確認しましたら、この X レイサプライの電源をオンにします。オンと、これでオンにしましたね。で、今回は、モノクロ、さっき説明しましたように従来型のソースを使います。モノクロ、あ、ごめんなさい、モノクロじゃない、間違えました、ごめんなさい、コンベンショナルのモノクロじゃないです、ごめんなさい。モノクロはこのソース2ってやつなんです。で、コンベンショナルなのはこっち、ソース1って書いてあるんです。ごめんなさい。で今回はね、ごめんなさい、ソース1で、コンベンショナルな、X 電源を使いますんで、これがソース1の方に なって光ってるのを確認してください。で、次にですね、ハイボルのボタンを押します。ハイボルというのはこちらの ボタンですね。これをボタンを押します。そうですね、ハイボルの表示になります。キロボルトって出てきますね。であとはさらにこちらのハイボルテージのボタンも押します。ポチッと、ここ点灯、チカチカッと。でその次にサプライの電源のこちら側のやつをオンにします。オン。であとはゆっくりとこのつまみをこちら側へ時計回りに回してボルテージを上げていきます。見とってくださいね。あれ、なかなか上がってきませんね。あ、回しがまだ足らないだけですね。ちょっと急に上がりましたね。もう一回ゆっくりやってみましょう。あんな急に上がってはいけないです。ゆっくり上げていきます。なんで急に上がっちゃったのかな、ちょっと待ってなきゃいけないですね。このようにゆっくり、さっきのは良くないですよ。ゆっくり上げていってください。よいしょ、よいしょった。ちょっとごめんなさいね、体勢が良くないな。もう一回やりますね。ちょっと狭いんですよね、この場所が。これをゆっくりこう上げていくと、でこの下のゲージの方を見てください。下のゲージがボルテージなので、ゆっくり回しながらボルテージを上げていきます。
で、14ぐらいでいいです。14ぐらいでいいです。14キロボルトになるようにします。あんまり高いとですね、放電してしまうんですね。で、上の方も見るとちゃんと14キロボルトって出てます。うん、これでいいです。でちょっと待ってね。で、次にですね、今宣言を次は設定します。宣言はですね、こちらに、アルミ、マグネシウムとアルミって書いてあります。で、今マグネシウムは使えないのでアルミをします。ちょっとアルミになります。で、こちらの表示もアルミにしなきゃいけないのでアルミのボタンを押します。そうするとこんな風になります。次に、ワットを上げていきます。で、これを矢印を押しながら上げていくと上がってきます。このようにですね、だいたい10ずつ上げていくのが一番安全ですね。で、こうやって上げていく間に、こちらの真空度は大丈夫とか調べます。あとは本来ならば、この装置の下のところにも真空度測れるはずなんですけど、これちょっと死んでるんでダメですね。で、こうやって上げてきます。で、非常に単調ですね。で、初心者の方は10ずつ上げててください。こうやってで400までやっててください。で、慣れてきてさらにガスが、真空度があんまり変わらないとですから、この真空度があんまり悪くなってないというのを確認して十分であることが分かってきたら、これをもうちょっと早く上げてもいいです。例えば50ずつ、上げてきます。初心者の方は10ずつ上げていってください。で、これを400までいきます。本当は10ずつ上げていくのが一番いいですね。今ちょっと短縮のためにやってますけど、あんまり早く上げすぎるとですね、光のエネルギー軸がずれてたりしますので本当は良くないです。あとは高い電圧あまりかけすぎると壊れちゃうので、電圧じゃない、間違えた、電流か、まあ、ワット数高いは、まあ、電流です。電流で寿命がかなり減ってしまうので、まあ、電圧の方がいいんですけど、まあ、大体14キロボルトっていうのはですね、X 線が飽和するようなところなんですよね。出力がかけた出力に対して X 線量が大体飽和してくるところがこの辺りなんですよね。で、まあ、350まで来たらゆっくり10ずつ上げていってください。400まで、400になりましたね。で、400になると非常に分かりやすいんですけど、ここで X 線ガンが光ってます。まあ、ちょっと一回切ってみましょうか。これをやってこう切るとより分かりやすいと思うんですけど、 X 線ガンがこういう風に見えてます。光ってます。光ってますね。で、まあ、ちょっとこれ戻しますね。こんな風に光ります。で、ですね、枯らすために15分ぐらい回った方が本当はいいですね。エイジングって言うんですけど、まあ、ゆっくり上げていくときはそんなに時間すぐに使ってもいいんですけど、まあ、15分ぐらい回った方がいいかなと思います。安定するまで初心者の方は待ってもらって、どんどん調べていって少ない時間でもいいよってなったら少ない時間でやってもらってもいいです。こんな感じですね。これで15分待つということになります。ですから15分待つということですね。これで X 線がコンベンショナルな、ごめんなさい、モノクロとこれと間違えて言ってるんですけど、あっちです、あっとコンベンショナルな X 線の立ち上げ方を今回説明しました。
で15分待ってるんですね。あ、15分待ってるんですね。今ちょっと待ってます。